続いて2回目の投稿になります。ちょっとその活動家が、は動物園とか水族館に行くべきではないというのがこれまでの意見の大勢だったんですけれども、ちょっとそれとは、私は違う考え方を持っていてですね、それをちょっと、お話しさせていただこうかなと思ってて、ちょっとここちょうどいい場所なんじゃないかなと思って、お話しさせていただきます。例えばですね、その活動家が、お金を払って、そのお金が、収益になるので行くべきではないというのが、主張だと思います。ところがですね、行政施設だと、ただのところがもうあります。で、500円ぐらいのところもあります。そういうところは、積極的に行った方がいいと。で、お金を取ってたとしても、結局赤字になったら税金で補填されますので、ほぼほぼ意味がないということ。またこういったその民間だったりとか、その、指定管理とかで、業者が入ってるところっていうのは、もうプロがやってます。なので、例えばここだと1800円ですけれども、例えばですね、これがどういう施設かですね。こんな施設です。貧乏活動家のって、私基準で申し訳ないですけれども、私のエンゲル係数半端じゃない高いんでね。そういう人が、ご支援いただいたお金ですけれども、それで入らせていただいてますけれども、だとしても、その1800円って、どれぐらいかっていうと、多分、こういうチェーン1本みたいな話なわけですね。これ何億かかってるか分かりませんけれども、こういう資本の力があるわけですね。かといって、ただお金を払えばいいってもんではもちろんなくてですね、もし払うんだったら、それはちゃんと機材を用意して、それだけのお金を払うだけ見合った分の、その情報を得てくれだったりとか、その啓発に役立つような資料をちゃんと撮影する、あるいは調査して聞いてくるみたいなことをすれば、それは1800円を払って、それだけ啓発の機会を得るということですので、それはぜひ払って、調査してもらいたいと、の方が有効じゃないかと思います。またですね、例えばですね、私これ一人行っただけで、これだけの情報で今まで見たことない映像っていうのも撮れます。これがですね、例えば活動家がですね、例えば100人私と同じようなことをすれば、それだけの情報が得て、それだけ YouTube にだったり SNS だったりに情報が載って、それだけ啓発のチャンスが増えますっていうことが、お金を払うっていう対価で、行えればいいですねという話です。はい、以上なんですけども、ここ半端じゃないですね。すごい施設だわ。どんだけ資本あるんですかね。ついで、このまま、調査してきます。えらい広いです。ではまた。